理事長より就任にあたりましての所信表明がございます。理事長お願いいたします。はい、ありがとうございます。所信表明の、ね、挨拶をさせていただきたいと思います。また読み上げて、ね、お話ししたいと思います。平成25年4月1日より医療法人医療会の新理事長に就任いたしました。改めてご挨拶を申し上げます。医療法会は昭和42年に私の父栗田秀明が設立いたしました。昭和59年に秀明が急逝した後は母栗田邦子が多くの先生方や職員の皆様のご努力のもと約30年間理事長として辣腕を振るい地域の精神科医療の発展に尽力をしてまいりました。これまで積み上げてきた歴史の重みをしっかりと受け止めて理事長として邁進をしてまいります。医療界の良い点をより生かし改めるべき点を改めて職員の皆様と共にサービスの向上を図り医療界の発展に全力で取り組みます。現在医療界は県内で確固たる地位を築いていると考えています。創立者である栗田秀明がその基礎を築き、そして栗田邦子が理事長として果敢に古い精神科病院の因子を打ち破り、より高いサービスを提供して、法人を発展させてきました。中、水戸、ひたちなかをはじめとして、県北県を県央を中心とした地域で、多くの患者様やご家族様、連携機関、地域の住民にとって大きな責任を持つ法人となっています。